ロータス T128 はチームロータスが2011年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。設計責任者はマイクガスコイン。2011年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。2011年1月26日に2011年シーズン用のマシンとして11トルコリラを1月31日に 発表することを公表した。しかし、1月31日に発表された時には、昨年の名称を引き継いだ T128 へと変更された。バレンシアサーキットでの合同テスト2日目に、兵器小払い年によって初走行が行われた。なお、初走行担当ドライバーは、コイントスで決められた。特艦作業で開発された、諸女作 T127 に比べ、 T128 は、空力デザインが標準的なレベルに近づいた。昨シーズンからの継続となる、ハイノーズと幅広のフロントウィング、前年に、メルセデス MGPW01 が採用した、支柱により分断された形のインダクションポッドが特徴となっている。本拠地に建設中の風洞が完成するまで、ウィリアムズの風洞の一機を借りる契約を結んだ。エンジンは、 コスワースからルノー製へ、ギアボックスとハイドロリックシステムは X トラックからレッドブルテクノロジー製のものへ変更される。開幕戦ではカーズを搭載しないがシーズン後半で必要になれば搭載する方針であるとした。結局カーズの搭載は実行されなかったがルノーやレッドブルとの契約を延長し2012年からカーズの供給も受けることになった。 チームは4月にイギリスの自動車メーカーケータハムを買収し、シーズン中盤からサイドポットにケータハムのロゴを入れるようになった。開幕から不審が続いたヤルノ・トゥルーリはパワーステアリングのフィードバックに問題があると訴え、まるで目隠しされてドライブしているようだと漏らした。チームはハンガリー GP から新システムを投入し、トゥルーリもその感触に満足した。 チームメイトの平気コバライネンは予選92に3回進出し既存チームを抑えてのフィニッシュは5回に達した。ラップタイムも開幕戦では直近の既存チームに約2秒の差をつけられていたが終盤戦では0.5秒ほどまでに縮まった。これはカーズを搭載していればリカバーできるだけの僅差でありコバライネンのドライバーとしての技量とマシンの着実な 進化を示すこととなった。ありがとうございます。